俺らは分かっているどころではなかった。ここにいるだけで素敵なことが起こる。ここに来て以来、顔面への直撃をまともに受けてなお脳への影響がいささか、今の一撃で微動だにしていない。糸切り場とは血の実を切り裂くまでに進化させた俺の抗菌力一つを求め合った。会いたくて諦めちゃいない。ジャックのパンチじゃ。この感触、まるで顎そのものの重さが200キロであるかのような。ピクルの脳は微動だにしていない。ジャック、先ほど放ったミスター・ジャックの一撃が火をつけた。飛ばされたのか、あんなところまで。もう動き出しているピクル、眺めている自分。教えてくれよ、それがさ、何を思い何を言った。たった一つあればいい。薬物を摂取した死の淵まで。大きくれが現代を代表する。なあ先輩、遠い遠い遠い白亜の時から痛みの最中聞こえたから。地下闘技場、物音一つしないこの空間で憎悪許すまじ。衰えたのかい。音、なぜあんな音が。見たか、怒ってる。近いぞ、当たる、必ず。そしてまたしてもあの音。そうか、そういうことか、はい、奴は俺の放つ渾身の一撃を十分な余力はできなかったのだ。二度とも。なんと滑稽。人が持ち得ぬ様々な武器を有する猫だが、鳥は。そういうことなのだ。おそらく神様、どうか私に。ている。そして勝利すなわち別れ。なぜなら食べるから。ミスター徳川、感傷に浸っている場合ではない。バキさん、ピクルがまだ幼かった頃、生まれて初めて食べた。口の中、蜜袋が破れ、口の中いきなり現れた火山。いつからだろう、動けなくなっていた。ピクルの内面に生じた階層および感覚、言葉として表現するなら、おお、どう見ても失神しとる。いかにジャックが怪物ぞい。ノー、あったね。失神したまま。仮に自身に刻み込まれた細胞の記憶。とりあえずしばらくはこのままで。点滴は抗生物質と鎮痛剤、あと頸椎に強いストレスがありますが、神経に問題はありません。ペイン博士ならご存知じゃないでしょうか。何をかね。某国の兵士が敵国の兵士を捕らえました。戦争中のこと、並べられた部下の前を走ると。そして
自分が走り抜けられた自らの首を抱えたまま、いかにして戦うかを考えていたはず。そのプランを具体に。鈴木よ、鈴木よ。ダメージは実のところさほどでもないだろう。逆なぜ逃げる。もはや体力戦闘力の問題ではなかった。あいつだってそう、向かってまでは来ない。ここではそれが明日に期待せず今に徹した生き様。思えばしかし、人はどこまでも恐怖に背を向けていられない。認めようにも自らは深き昏睡状態のまま。君が今朝までいた病院だよ。戻ったのだ。二度にもわたり傷つけあったのだ。三度目はない。兄さん、気持ちは理解してるつもりだ。痛いほど。兄弟だからではなく。自ら敗北と認めぬうちは決して敗北者にはならない。それをジャックが耳にしたとき、当時ジャックにとって実に丁寧に気遣っていたという。なぜ。わかるよね、ジャック兄さん。